イエイ、どうも始まりました。始まりました。月学園、校長、加納です。自称教頭の水戸夏です。今日もね、学園のね、優秀な生徒2人を呼んでね、また切っていこうと思います。ね、掘り葉掘りね。やっぱ女子たち気になると思うんで、しっかりね、パンツ脱ぎながら見てください。楽しみだなぁ。それではじゃあ呼んでみましょうか、ゲスト。行きましょう。はい、当校の優秀なね、生徒2人を今日も呼んでみました。はい。じゃあちょっと、お名前からお願いします。はい、リーズエースのアイガリンです。よっよっはい、フェイトプラスの、ピカリンこと八乙女光です。お願いします。イエイ、イエイ、朝の2人ですね。朝の当学園はね、朝との部と夜の部があって、そうです、ね、本日のゲストは朝の部、朝の部ですね、のゲストです。朝の6時から昼の12時ぐらいまで、12時ぐらいまでのにこう活躍してくれてる。そうですね。ただこれ撮ってんの夜なんで君たちからしたらもう今寝てる時間だよね。そうですね。そうですね。部屋目2回目ですね。部屋目2回目、部屋目に気合が入ってますね。じゃあね、そんな気合が入ってる2人にね、やっぱ2人が得意な分野ってなんだろうって俺ら考えたんですよ、はい、保健体育でしょ。もちろんです。ですね。そうなりますね。なのでね、保健体育の中でも今日保健の方だよね。そうですね、完全にディープな、ちょっと保健の方のねテストをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最初の質問からいきます。ホストをねやらなかったら何をやってた？そうですね、自分は多分、ニート苦手なんですよ。俺15から働いてて、ニート期間っていうのが2日しかなくて、でホストやる直前までやったのが、現場の足場の仕事やったんで、ドカタだったってこと？ドカタでした。意外やね。力仕事してなさそう。ドカタをずっとやってて、だから多分ホストを多分地元でスカウトされてなければ多分今割といいポジションでドタカタやってんじゃないかな。親方って親方親方って親方もしかしたらやってんじゃないかなって。じゃあピカリンは親方だったと。じゃあアイカリン君は。僕は不動産か証券会社ですかね。いや真面目、急に真面目掘り込んでくるね。あの中卒にめっちゃ思われるんですけど、一応ちゃんと大学行ってて、内定もらってがホスト始めたんですけど、はい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 、はい、そうなんだ、はい、で不動産系がやりたかった。不動産、いや内定もらえたのが不動産と証券会社だったんですけど、はい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 、そうなんだね、はい、ちゃんと学あるんだね。じゃああるね。いや暗記しかできない学校行ってなかったんで、まあ、だから当校はねこういうやっぱちゃんと大学も出てしっかり勉強もしてきた子もいるんで。え、水戸夏くんも確か僕8日で辞めました。8日で、じゃあ次の質問いきましょうか。はい。ホスト人生でね一番後悔したことってね、あれでしょ、あの時あれやんなきゃよかったなとか。ホスト人生ですよね。そう、ホストやってた中で。じゃあアイカリン君から。うれしか、つまんないですけど、もうちょい早く冬月入っておけばよかったなみたいな。それは本当につまんない。もっと放り込もうよ。放り込むつまんない。あっただろ、大事件が。大事故あったでしょ。俺は散々あったよ。定理来ないんだけど、言われたことあるよ。行こうよ。もちろん、俺も他の店でやったんで、もっと早く始めなかった、冬月で始めなかったこともそうだし、冬月入ってからだったら、酔っ払って大先輩に、今でも尊敬する師匠に喧嘩を打ったっていう。それはやったね。やっちゃったね。まあ今はそんなことはないよね。今も絶対に。ということで、うちの生徒は順調にね構成しております。アイガリン君は一番のそう、何でもいい何でもいい、後悔だね。後悔、俺結構パーティーの寮生さんとかこう尊敬してて、ツイッターでパーティーに向けたわけじゃなかったんですけど、まあこう歌舞伎町のホストクラブにこうだよねみたいなちょっとツイートしたら、ちょっと激励に触れちゃって、尊敬してるお二方からお叱りをいただいて。大丈夫ですか？大丈夫なんだ。めちゃくちゃ尊敬してるのになんか変な感じになっちゃって、ちょっとすいませんでしたと。まあまあ、でもあれはパフォーマンスだからね。だって俺もアイカリン君いじったことあるもん。一回あったよ。いやでも俺嬉しくてスクショしたっすよ。まあああいうのはパフォーマンスだからね。あのうちの学園は仲いいんで結局のところね。じゃあ次の質問いきましょうか。キャバクラは行くの？もうなんか俺結構店でも定着してるんですけど、キャバ嬢さんというか、ギャルの方があんま好きじゃなくて。ピカリン君嘘ついてないかい？ピカリン君どっちかというとロリコンなんですよ。はいはい、でもそれはあるかもしれない。なんで多いですからね、ロリコン。正直キャバクラ行くならメイド喫茶とかの方が俺は楽しいですね。まあみんなで多分行ってワイワイする分は多分楽しいと思うんですけど、
どっちかというと本当に心から楽しむってなると多分そっちの方が。メール喫茶行ったことある？あります、もちろん。もちろんね。もちろん、ちょっと健全だね。健全だね。はい。じゃあキャバクラには行かない？キャバクラ。ほぼほぼもう何年行ってないかなって思います、ね。なるほどなるほど。ザ・ピカリン君は行かないということで。行かないんですね。まあじゃあ裁判長的には無罪ですか。無罪です。無罪です。わ、ね、かりました。いやキャバクラが有罪でもないけど別に。次の被告人に聞いてみますね。あ、被告人。はい、カリン君、キャバクラは行くんですか。僕もキャバクラ行かないっすね。はい。一回だけ先輩にこう、付き合いで連れて行かれたことあるんですけど、キャバ嬢の見た目もそんな好きじゃない。僕もどっちかというとロリコンっていうか。はいはいはい。でも本当合ってるかもしれない、ロリ系かもしれない、俺もまあ見てるとね、女の子にこう自分のお客さんだったんですけどお金使うっていうのはちょっとケチなんでドリンクあげれないですね多分。なるほど。水飲んでてのイタリア風になっちゃうですね。あと純粋に自分風貌がもうキャバクラ嬢にモテないです。ああ初回来ても送りに絶対にならない。ええー、行ったところにモテないから行かなくていいかな。次の質問いきますか。はい、はい、お願いします。上ね、下じゃないよ、何歳までだっけ上は。あるいはイメージなかったら抱いたことあるでもいいよね。アイカリン君からいこうかな。僕40ぐらいまでいけるっす。あ、いける。で、初めてが38だったんですね。うん、あ、そのホスト初めての一番最初は38歳だったんですね。五反田の説教場所。おぉ どうだったのその心地は。心地は良かったっす、ね。あ、良かった。熟練されたの。ああ、なるほどね。熟練のテクニック。熟練の技で。正直で。正直でいいと思います。何歳だ、ね、よく考えたんですけど、40。おかんより下だった。おかんいくつ？おかんが今、43ですかね。おかん若いな。若いっす。俺はな、お前らの嘘をな、突き詰める。だってな、明日じゃあ例えば、5000万円使ってくれるっていう確約があったら、80歳行くだ。行くっすね。行くよね。俺も行くもんだって。俺も行くもん。やっぱ、それが正直な本音だよね。なでも、昔働いてたお店で、唯一できたお客様が50ぐらいで、でもその初めてのコールだったりとかを全部してくれて、うん、パセラに一緒に行って、うん、全部お金も出してもらって、うん、でも歌は全く合わないし、あっち演歌だし。年代が合わない。年代が違うから。で、その社長の助言で行けよと。多分誘われるから行けよとか、うん、で誘われて上手に行ったんですけど、唇触れる手前でバッグ持って逃げましたね。ダメでした。ダメだ。ダメでした。バッグ持ってごめんなさい泣きながら帰りましたね。泣き号泣しながら。でも明日5000万確定してたら行く。行くよ、ね、5000万行く。5000万行く。5000万行く。俺も行く。100歳でも行く。みんなまあ5000万プレイヤーには弱いということで。そうなりますね。絶対やっぱね、俺ら夢を追う仕事だからねっていうのがホストの本音のようです。本音です。はい、じゃあ次の質問いきますか。何に欲情しますか。まあ何フェチですかってことだね。じゃあアイカリン君から。僕はもう黒髪、うん、姫カット、ツイン、うん、リズリサラ、MCM だったらもう欲情しちゃうっすね。ガチのホスグレイズ。ホスグレイズ鉄板っすね。それ受け狙ってない。ええ、ガチっすガチっす。もう ロリ好きなの。マイメロのリュックでもいいぐらい。ああ、マイメロ好きだもんね。マイメロ好きっすね。ホストやる前と。でも身長もちっちゃい子が好き。いや、逆にそういう服着てんのにでかいとかもありっすね。ただのわがままギャップに。ギャップがいいみたいな。なるほどね。はい、ピカリン君はなんかこれっていうのないですけど、やっぱ純粋にルックスいい子、自分の好みの子。今当たり前だろ。何フェチか。どこがポイントなの、ピカリン君の。あるじゃん。でもうなじとか足とかさ。あれ、足は足大事ですね。足大事で、みんな足足めちゃいいじゃん。結局なんかそういうこと雰囲気出ませんにやっぱ惹かれて、なんかお尻が好きとかおっぱいが好きとかもなるんで、うん、その雰囲気をなんか見るからにいけんなみたいな。ビッチ系。ビッチ系ってか、ビッチ系ってか、なんかいけんな、簡単そうだなって子の方が俺言えば、なんか開拓していくってよりも。ちっちゃい子と大きい子だったらどっちが好きなの。ちっちゃいっすかねー。あー、はい、どっちかというと多いっすね。じゃあ次の質問いってみます、はい、これね、やっぱ女の子たくさん見てくれてると思うから、やっぱ気になるじゃん、ホストの実態がね。実際どうなの。ここを根掘り葉掘り切っていきたいと思います。ぶっちゃけ枕はするの。ピカリン君から。俺から。え、俺からすか。ピカリン君から。マジでぶっちゃけていいですか。あ、いいよ。これなんか、あ、いいよ。夏木さんはまあ、一部でやってらっしゃるじゃないですか、うん、まあ僕は2部なんですけど、うん、あ、さっき言ったように僕一部でもともとやってたんですけど、うん、当時はバンバンでした。当時はもうなんか送りもらったら行くみたいなのがもう鉄板だったんですけど、2部になるとマジで女の子帰ります。本当に例えばアフター、枕じゃなくてもアフター誘っても、いや大丈夫、マジで枕ないです。そういう雰囲気じゃないしな、またそうっす、あの時間の送りの時間簡単的で小学生歩いてて。でもその後日とかっていうのはどう。俺は掘り下げるよ。俺は甘くねえぞ。後日ですか。うん、
後日は、まあ泣きにしもまあ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 たまにね、たまにまあまあまあ人間なんでまあ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 俺はその正直な回答ですか。うん、すごいです。アイカリン君は俺は、そうですね、俺も1部の時は結構まあ雰囲気も営業モナの雰囲気とパシャとバリアンが呼んでる感じが結構一緒ですけど、やっぱ2部に移ってからなかったのと、その1部から2部移るちょっと前に結構可愛い締めの女の子いて、結構ちょっと行きたいなみたいな、あっちも乗り気だったんで行ったんですけど、ちょっと緊張しすぎて3回中折れして泣かしちゃったんでしなきゃよかったしなきゃよかったっていう、逆に謝られて気まずくなるって感じだったんで、で結局終わっちゃった。そのそう終わっちゃったっすね、泣かしちゃって。なんでそっかいだね。それはじゃあ次の質問いきましょう。やっぱもっと深く聞きたいよね、女の子の諸君は。特にね、行く時どんなの、果てるとき、果てる瞬間っすか。そう、君たちの果てるときはどんなの。うん、無言です。はい、ピカリンは嘘つき。いや、本当だ無言ピカリン、絶叫系だろ。いや、マジで無言っすよ。無言の正常位ふっとか言うでしょ。本当に言わないっす。あ、でも、うん、ちょっと自分結構体重あるんですよ。で、だいぶ太って、体力もないんで、だいぶ果てる頃にはもう、心も体も果ててる状態なんで、いろいろ果ててると。もういろいろ果ててる状態なんで、ぜいぜいは言ってるっすね。ぜいぜいは言ってる。息切れが。息切れが。でも何か言う余裕もなく。余裕もなく。なるほどね。状態です。正直ね、またポイント。素晴らしい。アイカリン君は？僕は、もうひたすら行く行く行くってなんか、ご報告しちゃうっすね。それは大きい。大きい声で言っちゃうんですね。ド変態。ちょっとやってみてよ。ちょっと俺もらって。どんな感じだ。あ、行くよ、やばい。やばいやばいやばい、行く行く行くみたいな。もうなんかこう、わーみたいな。かわいいな、何か。言っちゃうっすね。足していく感じっすね。足していく感じ。三笘先生なんかあるんですか。僕はね、激しい。わーそれは嘘だ。野獣的な。嘘だと思うじゃん。本当らしい。俺が無言だったらなんか違う。獣ですわ。獣。完全に。